はようございます。夜ぶり、おはようさん、おはようんちゃん、なんでやねん、おはよう。さあ、よんちゃん、なんでやねん、おはよう。はじめまして、なんでやねん、おはよう。お疲れ様です。おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう。おはお仕事いってらっしゃい。おはよう。お仕事はみんな早いね。いってらっしゃい。なんでやねん。金とはん、金、なんかまたシャーみたいな音がしたよね今日はね。いろんな音がしますね。元気さんち元気です。おはよう。寝起き、うん。でも今日はでもいつもよりは寝起きじゃないです。初見さんありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音とか言って沢田香音です。ペコリゴン、おはよう。さんちゃん、チコちゃん、ポロトキちゃんやれよ。おはよう。今日のウェルカムトークショーいきますね。おやった。じゃあここに、あ、ずずずず、確認 OK です。おはようさんちゃん。課題終わ、テスト終わって公演もなくて、こう、ん、人生休憩しまくってる。だって全然休憩してない全然休憩してないよ。いろいろ忙しく動いてるよ。はよ、夜更かしリスナーの彼女、夜更かし、そう、昨日ツイッターでエゴさんとチュニさん、アカネさんが、あれなんていうの、昨日の名前わからないんだけど喋ってて、それを聞いてました。そう、夜更かし、そう、ちょっとね、はようさんちゃん、なんでやねん、どないやねん、違えろ、星になったよ星になったよ。お目覚めかが、グググググ、わからん。あれ、シャホイ、おはよう、好きださかも、こちらこそださ、キュンです。おはよう、かんじゃおかんじゃ、ありがとうございます。前髪よりかわいいよ、ありがとう。ペコリゴン、もうギターやめたの、やめてないけど、ちょっと今方向性を考えてて、まず曲はね、もう結構弾いたので、まだあるんだけど、ちょっと歌があやふやな曲だったり、あとはすっごい難しいコードだったりとか、なんかいろいろで、結構ね、こう、あ、弾いてみようっていうのが少なくなってきちゃったのね、楽譜があるやつが。そう、だからその途中から一曲を仕上げるみたいな、前にやったけど一曲仕上げるみたいなのやったんだけど、ちょっとそれもね、なかなかこう何日も何日もやることはできないので、という話 でそれで、ね、今は、今日はちょっと自分の事情的にできないんだけど、でもやめてはないんで、またやります。おはよう、おはようさんちゃん、昨日もコメントしましたが、本日読書よろしくです。こちらこそよろしくお願いします。書いてあった、書いてありました。おはよう、なんちゃってポーズ。こちらこそ、今日は仕事で、仕事遅番でリアタイできないけど頑張ってね。だって、あ、頑張る頑張る、お仕事頑張ってね。少し硬くなったように見えます。今カノンですか、本当ですか本当ですか、今日の私服決まってますか。決まってないです。でも候補は何個か考えてあるので、急いで決めていきますね。緑カノンさんも素敵、緑みたり、おはよう。どの緑だ、おばめのやつ。おはよう、おはようさんちゃん、ペコリゴン、おはよう。噛めば噛むほど味が出る、女の子みたいな白目、おはようさんちゃん、なんでやねん、あ、こんばんは、なんでやねん。忙しいんだ、それはよかった。そうそうそう、忙しいです。今日もと動きますよ。今日のウェルカムトークショー遅刻で行くね。もう書いてある、書いてある、書いてある。ダッチムホ、おんちゃんなんだよねん、おはよう、おはよんちゃんなんだよねん、ミレちゃんなんだよねん。結局最後までエゴちゃんを
エゴチリのお話聞いてましたね。だってあのね、カノンは途中でつけたまま寝落ちしちゃったと思う。多分途中までしか記憶がね、あれ別にカノンがなんかやらなきゃいけないことはないので流しっぱなしだった。もうね、最初寝ようとした時に見つけて、あれをやってると思って、えっ、エゴさんとチリさんこれは聞くしかねえと思って聞いてたんですよ。だけど途中でもう多分限界が来てつけたまま寝ちゃったと思います。スペースはや、あ、スペースっていうのあれ、おはよう、かわいい、ありがとう。君が欲しになる、あれ、おはよう、セーターティーのデザイン考えてる。お、なんで、あれ同じぐらいの誕生日の人が言ってた、考えたって。カンはね、あの常になんか新しいキャラクターが出てくると考えてますよ。あ、次の定探偵これにしようかなとか言って。ハートありがとうございます。ハートハート。眠そうで心配して、そう、すまない、すまないです。でもあの本当に寝ようとしてたんですけど来ちゃって、ちょっと聞いたんですよ。そしたらなんか別に特別なんかってわけじゃないけど、急に沢田かのんちゃんとなんとかで、と思って、そう、かのんの名前がいきなり上がって、眠気その時だけ一瞬吹っ飛んだよね。びっくりしすぎて、そう、なんか別にかのんは関係ないんですよ全然。あのかのんとあのチリさんに前コラボしていただいたじゃないですか。もう本当にね、ありがとうございました。あの先週の放送、多分それの時って言ってたんだと思うんだけど、ちょっと驚きすぎてね、それまでは眠かったから忘れて、ちょっとちゃんとは聞けなかったんだけど、そこでそう、カノンの名前が出て、その後になんかみんなでこう集まったみたいな話だったんだけど、そう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 、びっくりしちゃった。あのあと12時までいろんなエスケールームで星投げしたけど、カノンちゃんアバターは出なかった、残念。うそー、それは残念。うふん、ぴえん。12時までそんなに回ったのに、あ、なんでカノン出ないの。はじめまして、なんでやねん。そう、そうなんです、カノンの名前が出てびっくりしました。エゴさんね、そうそう、おはよう、一曲を仕上げるのはいいよ、うんうんうん、今日は波乗りタイムお休みです、了解です、おはよう、今日からまん延防止法、すごいね、なんかいろいろ漢字がまん延と防止と適用でいいのこれ、あれ違うか、そうですね、マンボウ、おはよう、結構いろんなね、どうなんだろう、いろんなお仕事の人に影響あるのかな、やっぱりね。おはよう、昨日ドライグのメンバーガチャしたら一発でミエちゃん出しました、運命としか思えませんだって。もういいよ、もうブン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 、お疲れ様です、だってありがとう。ギターはリズムキープと右手の柔らかさを鍛えましょう、だって、わかりました、頑張ります。右手ね、ヒットミキミキ、ヒットミキミキ弾いて、ダメダメ押して、押すよ、それはミキちゃんです。ダルマシャンが来るんだ、ありがとうございます。本日オンラインイベの抽選発表かな、はてはて、そうかな、皆さんどうですか、お見送りビッグハートしますね、だって、お、楽しみにしてます。今日参加するために10分前に名古屋に着いた、夜通し車を運転してきた、お疲れ様、眠いですか、すごいですね、夜通し、お疲れさんです、楽しみましょう今日。おはよう、おはようさんちゃん、外羽髪型しないですか、似合いそう、外羽、こういうこと似合うかな、どうかな、どういうこと、外羽ってこういうこと、こういうことか、おはよう、
ふみちゃんおはようどうも、エールありがとう、こちらこそ。エール返した今日朝。あれはできるだけまめにやらないと表示されなくなっちゃうのかもしれんね、もしかしたら、ね、でもあのお昼は返しちゃいかない気がいけない気がするので、平日わかんないけど決まっちゃうんだけど、どうしてもみんなで一緒にさんちゃん三十丸ふうみゆちゃんみゆちゃん、それはみゆちゃんトークショー行く俺の私服決めてだって、だから行ってるじゃん、タンクトップでショーパンで、ね、今日はじゃあキャップをかぶって来てください。はい、ラムネの飲み方のギターステーキ調整しようだって。あ、本当そうなの？ラムネを飲めないだろう。ハートありがとうございます。お疲れ様です。おはよう。今日は京子さん乗り過ごしませんだって、頑張ってください。乗り過ごしちゃダメよ。あと早すぎてもダメよ。おはよう、きみちゃんさんの誕生日、あ、そう、あのさ、本当にさ、本当になくなっちゃったんだよね、スケッチブック。探したんですよ、あの後も、でも本当になくなっちゃって、なのでシンプルにお呼びします。ハッピーバースデーさん、あ、違う、読んでいい、ハッピーバースデーきみちゃんさん、きみえさん、ハッピーバースデーきみちゃんさん、ハッピーバースデーきみちゃんさん、おめでとうございます、おめでとうございます。パチパチパチ、おはよう、ダッチムホー、だるまちゃんゴールド、ありがとうございます。おはよう、そう、寝落ちしたから最後の方は聞けてないです。おはようございます、今日もお仕事頑張って頑張って、おはよう、カウントありがとうございます。おはよう、かわいい、Thank you、 宇宙カーノンさん、好きなさんにお届け、ありがとうございます、すごい、どういうこと、え、大丈夫、大丈夫よ。おはよう、鼻かいい、鼻かいい、アバター出なかったね、なんで出ないんだ、今日もかわいいですよ、ありがとう、遊びに来たよ、ようこそ、公園とかで一緒になってない、初めての先輩はいないみたいだね、だって、公園、あ、今回のトークショーのことかな、うんうん、おじさんちゃん完了、ありがとうございます。今日はいいし、いい列、いい列、下手絡みます、下手ね、下手ね、オッケー、ライマシャンがこう呼んだ、ありがとうございます。お魚を食わずさんちゃん、アバターしかそれはない、誰だっけ、タマちゃんみたいな、お魚くわえたって、沢田さんのアバター出ましたが、一旦初心に戻ります、あ、戻りますか了解です、お戻りになられましたか、ナッキーさんのアバター、おはよう、さんちゃんは今日も安定のぼさこさん、本当にアイドルとは思えないぞ、だってすみません、もう今日は割とボサコではないです、前髪が見えるから、ボサコに見えてるだけです、そんなにボサコさんじゃないもん、今日は元気元気そうだね、ねえねえ、おはよう、今日からイベント50万ポイント達成さないといけないからの前、なるほど、はぁ、忘れてた、やばいやばいやばい、今日からか、でも朝はまだ始まらないんだ、だから実感がないんですね、あーな、そうか、皆さんね、カノンさんシャワーヘッド欲しいので、今回は何でしたっけ、無料ギフト、結局チャレンジでもらえるやつ、おはようございます、今日とっても可愛い、ありがとう、おはよう、ピーナッツ、ヤッホー、のそそはね、こういうこと、もう髪広出た感じ可愛い、あ、嬉しい、ありがとうありがとう、はじめまして、押します押します、なんでやねん、押されます押されます、あ、え、押されます、なんか手が逆だ、なんでやねん、押されます押されます、ありがとうございます。今日の前髪41点、ちょっと上がった、
さんちゃん学校ではメガネやの？うん、もう最近はね、メガネはもうほぼかけない。メガネはかけないです。コンタクトで過ごしてます。このキャップといっても水泳キャップだからね。だってキャップ？エール届く日と届かない日って何が違うのかね。だってそう、カノもねこれこうが違うんですとは言えないんだけど、多分カノに皆さん送っていただいてるのはもう分かるのよ。なんでかというと通知に何件のエールが来ましたってのが出るからね。あー来てると思って開くんだけど、エールを返そうと思ってそのエールを返すところに出てくる人数は明らかに通知よりも少ない人数しか表示されないの。だからもしかしたら一旦来るんだけど、その最新最新何人までしか出ないのかもしれないかなと思って、遡ってできないのかなと思って、わかんない、ちょっとカノンが見つけられてないだけだったら申し訳ないんだけど、そういうことかもしれない。そうだから、カノンでき今知ってる限りの人にはなんていうの、エールできる、知ってる方法でできる範囲の人には全員返してるんですけど、そうそう、だいたい今頃じゃないデザイン考えるのだって。あーすごいね、時期を把握してるすごい、今日のボサボサ度80点。おお、ボサボサ度80点、今日そんなにボサボサしてるのか、カノの髪の毛大変だぞ。トークショーなのに、今日トークショー行くよ、後ろの方だけど。だってお、やったー、後ろ、その全然もうもう全然楽しんでいこう。楽しんでいきましょう。今日は変な踊りなしでおめでとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、お誕生日おめでとうございます。昨日仕事帰りに映画を見てたら最後バスに間に合わなくて歩いて帰りやした。だって寒かったでしょ、寒かったでしょ、それは絶対にね、夜日も当たらず寒かったでしょう。よく頑張って帰りました。昨日アナンちゃん三つ編みと可愛い洋服だったね。だって本当だよね、アナンちゃんおしゃれさんよね。おめでとうございます、ハッピーバースデイトゥーユー。チュイさんと同期の内山美琴さん結婚め、あおめでとうございます。そうなんですか、なんちゃい、分からん。前髪あ、待って待って、成人されたので、キミちゃんさんだよね、20歳、まだ20歳になった、まだ、あ、今日で20歳、そういうこと、やばいやばい、前髪ありで髪伸びてくるとまた清楚かわいいかも。だって確かに、おはよう、お仕事行ってきました。って行ってらっしゃい、朝ごはん用にいつものいなり寿司とタコシャウインナーと卵焼きの弁当を作ったのに3時に食べてしまった。3時、もうそろそろまたお腹すく時間じゃないねえ、3時、僕も誕生日です、6月、あ、6月ですか、ちょっと先ですね。遊びに来てありがとう、ぴょぴょ、今日もかいかみちゃんおはよう、ありがとう、50ベッドルお届けありがとうございます。はい、ではお仕事行ってまいりさ、行ってまいりさー、え、行ってまいりさーか、頑張ってねん、お仕事頑張ってねん、あなんちゃん、あ、忘れてた、とっても可愛いです、おはよう、プロジェクトカウントありがとうございます。かみちゃんおはよう、どうもおめでとうございます、おはよう、テロップ出た、お、374だって、ありがとう、仕事行ってらっしゃい皆さん、どこかな、
今日も北海道からおじゅのんちゃん、センキュー。かのんちゃんがあんまりシャワーヘッド言うから、無料ギフトシャワーヘッドかと、シャワー無料ギフトシャワーヘッドは面白すぎだね。かのんさんのこと考えてると乗り過ごすみたいです。だっていやーテレテレーだね。20歳、そう、20歳ですね。どうして出なかった？エゴちゃんスノーボアバターついでゲットした。お、ダンスチョコだって。そうですね、ちょっとこのアバターはやっぱ落ち着きますね。374日ありがとうございます。おはよう、おはよう、さんちゃんどうも。あ、むせた。あ、大丈夫。あと5日で誕生日なのにバースデー紙芝居ないなんてショック。もうどうしよう、どうしよう、ないんだもんだって。ウェルカムトークショー平日やん。今日です、ウェルカムトークショー。おはよう。今日は大谷優衣ちゃん、中野愛理ちゃんのドラフト3期生の方の加入日記念日、あ、加入日記念なんですね。なるほど。いろんな記念日がありますね。負け見えない。そんなにボサクじゃないよ。後ろのボサク体は、白髪も、ま、サラサラよ、今日は割と、みんな。そんな可愛いかのんちゃん、今日も北海道からしますします、されますされます、ありがとうございます。今日劇中行きます。お、いい列、神手です、了解です。いいの神手、楽しんじゃいましょう。俺なんちゃなんじゃねん、コロナ怖いからどこに行くのも歩いてる、寒いよー。だってすごいね、それはすごい、いい運動にもなるし、すごいね、歩いてるの、あのはちょっと難しいかな、それはな。ショートにして内巻きにしたら理想のアイドルになるな。だってそうなの、ショート、ショート入った時はめっちゃ短かったよね、今考えると。今回も真ん中の星になった。だけど席は後ろから3番目 H 鶴川だった。さんちゃんから見て上手かな、上手の真ん中の後ろから3番目ね。了解了解了解。はい、 OK でございます。遊び来てありがとう。昨日トレードで今日のトークショー当選したので行きます。だって、おトレードが当たったの、すごいね、すごいぜ。楽しんじゃおうね、楽しもう楽しもう。おはよう、一味さんちゃん、今日はエールもらえてラッキーでした。少しだけチャレット送りました、ありがとう。ってでも少しでも嬉しい、どんだけでも嬉しい。今日のそう、あ、そう、エールはそう、さっき言ったように表示されるのも見つけられてないだけかもしれないけど、表示されないかもしれないのと、あとあれです、1日にできる上限が決まってるので、多分ね、最大エール上限に達しましたとかなっちゃうから、もしかしてそれを超えては返せないです。今日もトークショーは DMM 最前ですが楽しみですね。だって、はい、楽しんじゃってください。もうDMM でも皆さんぜひ見てね。なんちゃってヤコファミリー、ことごとくしこんな感じでいいですから。なんちゃってヤコファミリーなの、そうなの、なんちゃってヤコファミリーなんだ。あ、でもいますよ、何人かなんちゃってヤコファミリーみたいな方も、はい、いいです、もういいです、もういいです、もうなんちゃってでもいいんです。はい、横ハムはね、あの広いですから、はい、間口というか、なんかこうこういう感じなので、こうオープンな感じなので、はい、いつでもどうぞどうぞ来てください。
お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。かのんちゃん前髪作ってまるでアイドルみたいだよね。だってアイドルなんよ。ちょっとデータができたからかのんが絶対言いそうにないセリフを考えてます。お、かのんが絶対言いそうにないセリフ考えてください。そしたら思いついたら教えてください。おはようさんちゃん。乗り過ごしはギルバート中ギルバートに集中してるからです。ニヤリだって。あれカロンさんじゃなかったの？ん？おはよう。お実家のお餅とかありがとうございます。メンバーからのエールよりミクルングラーマー様からエールもらって喜んでごめんなさい。ああらミクルンのグラーマ様から、あ、すごいですね。それはカノンも欲しいです。おさこさんだけどちゃんと天使のはできてますよ。だってこれね、これピカー。おはよう。ドラフトだけ2人同期少ないのに頑張ってるね。天才さんと奇跡のウエストさん、すごいね。天才さんと奇跡のウエストさん、いやまさにその通りです。おはよう、カーノンさん。最初男の子みたいな衝動があった。そうですよね。父さんへのツッコミを考えていこうって。だって、祝1周年くま丸がカロンちゃんのお家に来てから。あ、そうなの？くま丸？くま丸さん。もうくま丸か、くま丸子さんか、どっちかわからないけど。あ、これ見て、リボン取れちゃったけど、ここになんかシールがあるから、これがくま丸さんで、こっちがくま丸さん。くま丸さん、うん、うまい、ありがとう。サリウムからにすぎやんけ苦笑い、くしょ。え、ミレちゃん、ミレちゃんとかな。うん、私は上手の後ろから4列目です。上手の後ろから4列目 OK です。ちょっと待ってよ。上手の後ろから2番目ね。楽しんじゃおう、楽しもう、楽しもう。夕方前に星になったよ。あ、チャットで挨拶したら返信があってよ。だ、誰に、誰に。くまちゃんだくまちゃんだ、くま丸ありがとうございます。くま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 ちゃんありがとうございます。誰から返信があったんだ。最後は同級生だけどチームも別々でなかなか接点ない。そうなんですよね。こう、あ、間違えた間違えた。今夜は DMM ストーブ最前列から応援しています。だってずるい。アメロさん、イルバトの前にチャットで、ね、どういうこと。あのね、個人チャットはやっちゃいけないんだよ多分。そう、イルバト中のはいいんだけど、でなんちゃってにもなってませんね。だって、あ、まあそれはまあそんなカロンが決めることじゃないですか。皆さんが皆さんで決めてる印象なので今日はララバイ、ライバルが、ララバイじゃない、ライバルが手を結ぶ日、もう料理番組の日、うん、瞳の黄金比率の日。どれが黄金比率の人なんだろう。スイートピーの日、赤いスイートピー、黄金比率。よくなんか三白眼とか聞くよね。なんちゃってたむしです。なんちゃってなの、そこはなんちゃってなの。ちょっと、うん、おはよう。私は前髪作れないけど今日も大量のコーヒーを作りました。いいですね、いいですね。もうお手の お茶の子再生さっとでもいきますか。乗り過ごしはスマホのバッテリーの残量を気にしてるからです。だって乗り過ごし気をつけてください皆さん。僕も楽しみにしてます。だって、はい、楽しみにしててね。おはよう、頑張る。レインボースターありがとうございます。おはよう。ユニベーシエティの日、どんな日。
東のケーブルカーが開業。アースマラソン完走。いろんな日だぜ。ウェルカム。噛む、腕を噛む。噛んじゃうの？腕は噛まないで、腕は。噛んじゃダメよ。グル、だ、そう、ダブルクマモルさんになりかけてる。ほら。かわいい、このクマちゃん。なんちゃってヤコハミってこういうのかな。95年。やだね、やだな、ヤコハミにして。それは何、ヤコじゃないから。95もう分からんけど、多分それはちょっとびっくりですね。シールで、そう、目印。ホコジェムたまったら推しグッズとか欲しいから SK ガチャする。推し出るまでだって。お、ガチャガチャしてください。あ、クマちゃんとこ来た。クマ丸をありがとうございます。 Thank you Thank you ありがとうございます。クマちゃん、マルコさん、リボンとスケッチブックはもう、なんだろう、いつお気になくなったんだ。片付けを気になくなったのかな。おはよう、アルマシアが来るんだ。ありがとうございます。さんちゃん、前髪ありは漫画モンキーターンの青い、やばい、今日こういうの読めないんだけど、ゆうくさん似てる、似てるかもって思った。漫画のキャラクターってこと。どんなキャラクター、モンキーターンがわからない夢なのかな。熊さんとはお話ししたことありますか。熊さん、熊崎遥さんでございます。熊さんですか。はい、お話ししたことありますね。ライバルが手を結ぶ日なのか、かのんちゃん、みとみきちゃん、手を結ばないです。ライバルじゃん、そんなライバルじゃないんです。おはよう、さんちゃん、おはよう。みとみきの名前が出すとかのんちゃんがムキになるってのも懐かしいね。だね、すごい今、おーわーおーと思って、懐かしいと思って。確かに確かに、ありましたね、そんな時期が。おはよう。チャットで本気で来られたらケツ気になりますって言ったら、チャットで本気で来られたらケツ気になりますって言ったら、あ、なんだろう、続きが、え、かましいって帰ってきました。そうなんだ。笑って返して、あ、話笑って返ってきたのか。なるほどなるほど。すぐに元に戻します。おはよう、おはよう。なんちゃってではない、ヤコハミです。ありがとう。今日も50おにぎりセット受け取りました。お疲れさんです。おはよう。めっちゃ飲んでやれん。ジムなどでロッカーは15番を探して選びがち。一緒。カロンもね、なんかああいうお風呂屋さんとか、なんかああいうロッカーって何かしら探しちゃうよね。そう、 3番とか、あとは誕生日とか年齢とか。そう、何かしら探して。カロンもやってます。クマちゃんと話するところからいじってますから。だって、そんないじってはいないです。カモちゃん、ミキちゃんも燃え袖なので手は結べません。だって、あれあれあれ。もうね、燃え袖で、ね、今日のトークショーはカモちゃんをよく知ってもらえるチャンスだね。確かに。今日もいい一日になりますように、なりますように。おはよう。あの頃のロッカー、ちょっとまた聞きたいな。ミュージックビデオがね、可愛いですよね、あれはね。重い、ちょっとまた聞かないと忘れてしまっている。今アンゴロンロッカー、昨日なかなかペンライト振る場面なかったから、時々振ってペンライト振れる場面作ってね。だって、手かな、ヤッホーって、あ、手だ。手も欲しいになっちゃうの。手欲しいになっちゃうのか。わお。で、ヤコハミリ研究室として昇格目指して頑張ります。だって、はい、頑張ってください。
頑張ってください。聴覚待ってます。トゥ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 ン。ドラえもんのチャットにあやめろから返信があって、あやこ教えないしそうになりましたって。ダメだよダメだよ。カノンだってお返ししたいよ。カノンだってお返ししたいです。いつも読ませて読んでて、あの読ませていただいてて、あのチャット、そう、おはようとかスタンプとか、なんかそれこそ普通に行ってくるねとか、そういうのも行ってらっしゃいって返したいんだけど返せないので、はい、心の中で返してると思ってくださいね皆さん。チャットね、ごめん、どっち、疲れた、逃げろー、だって待ってー、ほのに一度パパン買ってこいと言われると一人前らしい。頑張るわ頑張るわ。あの頃のロッカーにはカオタンがぶら下がってる。そうです、カオタンさんのぬいぐるみがぶら下がってます。特賞ありがとうございます。あの最近全然ロッカー開けてないな、事務所の。全然事務所に行ってないしね。特賞ありがとうございます。衣装がカラフル、うん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 、あの頃の君がいた、あの頃の君を見つけたんだ。あの頃ですね。実は横ハミなのから音がついてるけど、横ハミだよ。それはもうとても横ハミです。いとみきもかのちゃんも10期生はそれぞれ個性を発揮していてとても素晴らしいと思います。ありがとうございます。おはよう。ほのはかのはの掛け合い聞いてみたいな。だっておお、ほのはって可愛いよね。ロッカー気をつけよ、何か生えてるかもよ。え、キノコ的な。やだ、時期には会えてない。そう、最近は会えてない。パパパパパン、今日エールもらえなかったら紫ピンク水色を振る。あね、エール、エール、あ、今日もエール返したんですよ朝ね。そう、アメロはちょっとしたメール許される愛されキャラだからいいな。わかりますよ、わかります、キャラね。うん、違反、違反、ちょっとしルール違反。そう、いいな。なんか一応カノンちゃん、中1のぐらいのカノンちゃん見つけたんだ。だって11ぐらいのカノンちゃん、中1は何をやってたかな。カノンさんはね、本当に中1はでもカノンさん成績優秀だったから、中1はね本当に成績優秀だったな。びっくりしちゃうぐらい今考えると。だってちゃんと勉強してたもんね、今よりも。あの時はちょっと待っててね。お話にしてきました。はい、どこ行ったかな。あ、そうそう、今ちゃんと勉強してたもん、頑張って。うん、優秀だった。チーム E の121の名前のメンバーがかなり増えた。そうなんだ。カノンはロッカーの中に妖精さんが住み着いていたりして、妖精さんかわいい。妖精さんならいっぱい住み着いててほしいな。今日はエル届きました。お、よかったです。乃木坂の真空にして歌える。歌えるよ。今日のメンバーで一番若手はカイニャン。あ、先輩メンバーの中ではね、もう一番若手はカノンさんとミレちゃんよ。ミレちゃんよりしずさん、ミレちゃんよりしずさん欲しいなったぞ。バーン、成績優秀。そう、成績優秀、
朝ごはん来てないよ。優秀だったの。はよ。みきちゃんが歌ってたの？え、みきちゃんが歌ってたの？いやー、かのんさんも歌うの？歌うの？中2あたりで勉強に飽きるのは割とあるあるです。だって。そう、中2ぐらい、中2から、でも中2もまあギリ追いついてたというか、ちょっと、まず、1年生がめっちゃ良くて。で中2ぐらいからやっぱ難しいところも出てきたけど、ちゃんと頑張ってたから、まあちょっとこの教科だけ頑張ろうかみたいな感じだったのね。それは英語なんですけど、まあ他人の先生が英語担当の先生だってこともあって、まあそれも言われてたぐらいだと思って、まあ大丈夫だったんです。中3はちょっとあんまり勉強しなかったので中3はちょっと大変でしたね。はい、他のこと頑張っておりました。今もやればできるんですね。やればねできると信じてますよ、そりゃ、うん、おはよう。みえちゃん主要5科目で400点以上、素晴らしいね。ね、すごいよね。高校の時は勉強嫌いだけど通信通んん？なんだ？大好きだなと。何気ですか？みんな優秀、すごいぞ。きっと、くんちゃん、煽る。アロンちゃんだって、覚えてない、覚えれ、あやふやのところが。あると思うから、多分みきちゃんの方が正確に歌えると思うな。みきちゃんはいろんな曲を知ってますからね。やばい、出てこないぞ。シンクロニシティって知ってるよね、カノンね。にゃにゃーにゃ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 ー。2分間無視はどこなの？正規メモ、正規のコース、どうなんでしょうね。悲しいか、あ、悲しい出来事があると、僕は一人で夜の街をただひたすら歩くんだ。背中丸めうつむいて、行く当てなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。 Keep going。すれ違う水知らずの人よ、事情は知らなくてもいいんだ。少しだけこの痛みを感じてくれねえか。信号待つ間にちょっとだけ時間をいいかい。この気持ちがわかるはずだ、シンクロにしてきっと。
しぶりに聴いたねこの曲ね。最初あんなに低かったんだね、音も少ないし。その曲ずっと遠か悲しい、あ悲しい出来事があると僕は一人で夜の街をただひたすら歩くんだ。だ聞く背中丸めうつむいて行くあてなんかないのに雑踏のその中をさまよう Keep going。知らなくてもいいんだ、少しだけこの痛みを感じてくれないか、信号を待つ間にちょっとだけ時間をいいかい、この気持ちがわかるはずだ、シンクロニシティきっと誰だって誰だってあるだろう、みたいな、そうそうそう、早いよね乃木坂さんの曲は早いです。ブブ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 、口が追いつかないと大変です。強弱つけてやるって確かにね。ありがとうございました、聞いてくれて。皆さんペンライトとかもありがとうございます。音符かな、音符もありがとうございます。わーおーだよね、久しぶりに聞いたね。カロンも久しぶりに聞きました。50m お届けありがとうございます。時間です、大感謝で出発です、行ってきたら頑張ってね、リクエストありがとう。せっかくカラオケつけたからなんかこの曲ぐらい歌おうかな。カロンちゃんの可愛い歌声に今日もまた聞き落ちします。 Thank you。仕事始めるウェルカムトークション爪痕残してねだって頑張る、できるかな、できるかな、お仕事頑張ってね、いってらっしゃい、仕事行ってきます、いってらっしゃい。続々と出発なされて皆様、カノンさんは何をしましょうかね。カラオケをつけたのでなんかやりたいんですけども、歌いたいんですけども。すんちゃんは、すんちゃんさ来るかな今日ね。今日なんかすごいちょっと変則な動きをしてるんですよ、すぬきは。うん、いいね、ありがとうございます。もうそうそう、すぬちゃん、そうそうそう、じゃんけんが来たらカノがピーにします。打ち合わせも終わり、そろそろ、あ見えない、現場移動するか、またね、バイバイ、みんないっちゃん、バイバイ、楽しいぞ、お仕事頑張ってね。TV として初めて劇場に立つのかな。そうですね、うんうん、リカちゃんに似たり似てたりします。カノンがですか、カノンさんの、あそう、リカちゃんはちっちゃい頃の写真が似てました。うん、でまた似てきましたか嬉しいですね、リカちゃん美人さんなんで、はい、似てるなら嬉しいです。今日も寒さに備えて、あいってらっしゃい、いってらっしゃい、ゲットだぜ、だってポケモン帰ってね、ポケモン帰る、いってらっしゃいですね、ほんとに。前のめり歌うってきて、前のめり歌いましょうかじゃあね、前のめりに行きよう、勝ったぜ、いってらっしゃい、すーちゃん
あの行ってらっしゃいとごめんなさいの言い方は独特なんです。行ってらっしゃいじゃあまず行ってきます、行ってきますが行ってきますとか行ってらっしゃいじゃないですか。あとすーちゃんはあの謝るときにごめんなさい謝るんですね普通ごめんなさいとかごめんなさいとかなんだけど、ごめんなさいごめんなさいって謝る、ごめんなさい家族だけかもしれないけどごめんなさいって言って、手が変の頃のかのんちゃんはよく焼けてました、こんがりこんがり。だいぶさやっぱり学校でもそんなねあれ通信なので運動会とかないから、そうだから白くなってきていると思っております。鉄棒から落ちた影響はね大丈夫そう、元気にごめんなさいごめんなさい、かわいいねごめんなさい。今さ気づいた、どうもしょうもないこと言ってもいいですか、どうでもいい。くま丸をさこうやって抱きかかえて喋ってたんですよ今。でこのスマホじゃないカラオケのねリモコンを持ったじゃん。そしたらさ見て、ここめっちゃめっちゃフィットしてる、伝わるかな、ここめっちゃフィットしてます、もうこういう置き場所みたいなぐらい、こういう感じでここのカーブとここのカーブがめちゃしフィットしてることをお知らせします。てんてんてん、じゃあ前のメリを歌います。前上前上前え何胸の、伝わりますか、もうこの置き場かってぐらいそうフィットしてます背負ってくれてる、よし前のめり、そのためのしっぽ、うん、本当にあの尻尾もねこうカチャけたよ、夏の制服太陽を不気層ように汗を拭くその顔が輝いてた、僕のことさえも気づかないくらいひたむきになれるもの、道の先に見つけた生きてるって風を感じて
アトマーキャコアミべっとりありがとうございます。12位さんです。アトマーキャコアミねっとりありがとうございます。11位さんです。ありがとうございます。10位さんです。アトマーキャコアミマロマロありがとうございます。9位さんです。アトマーキャコアミありがとうございます。8位さんです。大好きなーありがとうございます。7位さんです。アットマークコンビコリオンありがとうございます。6位夢の国おじさんです。ありがとうございます。5位さんです。アットマークオン横浜ミありがとうございます。4位さんです。アットマーク横浜ミテテイありがとうございます。そして3位さんです。アットマーク横浜ミリイエーイありがとうございます。そして2位さんです。ありがとうございます。キュンキュンキュン。そして今日の第1位はで、どっちがくままるでどっちがくままる子ちゃんでしょうか。正解はこっちがくままる子ちゃんでこっちがくままるでした。いいなになにさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日の85位あっこさんはででんさんです。おめでとうございます。あなたもぜひあっこファミになっちゃってくださいね。パッキュン。はい、ありがとうございます。ということで今日は延べ2981人の方、あら惜しいですね。300あ、行ったのか。じゃあ300円貯金してきます。急げ。ありがとうございます。では少しでも気になってくださった方、ぜひここのハートをピンクにしたフォローよろしくお願いします。 Twitter と Instagram の方もぜひフォローよろしくお願いします。フォロー。それでは今日もこの辺でまたこやね。ありがとうございました。バイバーイ。間に合った。バイ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 ちゃん。ダッチもほ一本あった。スクショタイムもできちゃったね。はい、今日は皆さんウェルカムトークショー見てね。頑張ります。はぁ、頑張る。どんなウェルカムトークショーになるか想像つかんよ、可能はまだ。バイバイ。いい顔で泊まりたいな。バイバイ。またね。意外とあるよね。